ただいまより万代弘樹選手、僕酒井匠がインタビュアーとなってたくさん質問していきたいと思います。題して酒井の部屋。皆様にバンダイ選手のサッカーに対する熱い思いやプライベートの部分をたっぷり聞かせたらと思います。よろしくお願いします。それではバンダイ選手、準備よろしいですか？お願いします。やりづらい。お願いします。やりづらいよ。やりづらいよじゃないけど。じゃあ早速いろいろ聞いていきますね。いいの？大丈夫？大丈夫です。心の準備大丈夫？俺は大丈夫です。じゃあまず、はい、サッカーについて、はい、18年間を振り返って現在の思いを教えてください。これ敬語の方がいいの？タメ口でいい？タメ口でいいっす。いいよ。いいよじゃないよ。お前の敬語だから。いいっすよ。18年間か。まあいろいろありましたね。いろいろあったね。J リーグ初出場は2004年3月ですね。すごいよ、ちゃんと。横浜 FC 戦。ああ、台本に書いてある。まずここからいきましょう。台本に書いてある。はい、台本っていうか。でもね、その時は10っていうか高卒で入ったから、まさかそんな多分開幕戦なんだよそれ。1年目のそうなんですか。3月13でしょ、はい、開幕戦で。あ、でもそうですよね。出れるなんて思ってないから。あ、なんかキャンプの時ね、たまたま監督にハマって、はい、それでなんかいきなりメンバー入っていきなり出た。そして2004年4月24日、バーホレ甲府戦、まさかの18歳2ヶ月で当時の J2 最年少最年少ちっちゃくなっちゃうから、最年少ね、ゴールを決めたという時、いろいろもね、多分負けたんだよその試合でしょ。2-1とかでしょ。負けてます。0-2からの1点だったから、はい、そんな嬉しいっていうよりなんかおー入ったなって感じ。だからそれね、1週間か1試合後か2試合後だったの。そうっすよね。あ、そうっすね。最年少ゴールなんなかったのよ。え、本当、俺早生まれでたまたま誕生日遅くて、でもうこれラストチャンスだよみたいな、最年少ゴール、はい、当時、はいはい、下に入ったから。じゃあたまたまっすね。持ってんだなって感じかな。じゃあ次いきます。あの仲の良かった選手、特に仲の良かった選手は誰ですか？それぞれ全チーム言うの？いや全チーム、じゃあこれっていうもの。これっていう人。人だな。はい。ものじゃないな。ものじゃないですね。これっていう人で。仙台は、はい、結構なかった。リャン・ヨンギ、中田陽介、はい、有名ですね。あと中原隆之、先輩ではね、はい、近い年だった、はい、で下だと富田慎吾、佐山慎平ってやつは、はい、いつも一緒にいたのかな、仙台の時は。あと先輩もなんか先輩仲いいっていうかさ、お世話になってたって感じじゃん。確かに、まあ、いじるんでね、バンさん結構。まあそこは多分いじってたんだろうな。18歳だよ。いじれないですね。そっか、ジュビロ行った時は結構同い年らへんかな。はい、フラタ、今マリアスにいるフラタニと、あと上田浩太、カレン、あの表紙で写ってた。あ、そうだよ、あの高校サッカーの表紙。あとまあ一個上、鳴岡翔くんとか、大井健太郎くん、岡田龍くんとか、そこら辺かな。あと貼ったってやつとか。今見たら結構いろいろ言ってるんですね。まあそれジュビロのトスでしょ。はい、トスの後ザスパ、ザスパ、あ、すごいっすね。山形、ああ水戸、長野。そうっすね。じゃあ次いっていいですか？いいよ。引退を決めてから今の心境は？さて、いきなりガクッと出ちゃう。飛ばすねー。いや、もっと仲いい人いっぱいいるんだけどな。いや、もういいです。決めたから今の心境。今の心境ね。大して変わってないかな。まあでもなんかそんな感じ。まあでも一つかどうしたら筋トレに来ないって言ってるのよ。言ってる。眠いだけ今。眠いだけですか。大丈夫ですか。うん。いやでも引退決めて別にマジで何も変わってない。どうですか。ああ、家の中でも別に変わってないし、サッカーしててもなんか変わってないし。家での待遇とかどうですか。待遇。家でのね、待遇なんぞ変わってない。変わってないですか。じゃあ次いきます。現役生活に終止符を打つことを決めたタイミング、その理由、いつ。おお、それ聞きたいですね。皆さん、お前に話したくないんだけど。いや、俺に話してください。インタビュアーなんて僕引退でも理由はいっぱいあるけどね。なんかこれっていう理由よりは、はい、なんか分かる、いろんな要素
か試合に出れる感じが出てなかったから、はいはい、かといって90分ずっと動けるとかさ、練習でもさ、気持ち的にはもう俺は 100% でやるぞって気持ちでいるけど、やっぱどっかでさ、めっちゃきついじゃんみたいな、はいはいはい、それはどこでも思うけど、きつくてもやれる、だやれた時と、はいはい、きつくなって結構もう限界が来ちゃうのよ、はいはい、その年になると。それを感じた時に、ちょっと俺もうそろそろかなみたいな。決断に後悔や思い起こしたことあります？後悔はないし、思い残したことは、酒井を構成できなかったってことだね。酒井匠を、まっとうな人間にこの1年でできなかったってことが、唯一の後悔かな。いや思い残し。だいぶ構成しました。なんならばあさんのせいで、だいぶ下がってます。せいでじゃないのよ。せいで。もうちょいちょっと、構成しないとな。じゃあ18歳でプロ入りをし、輝かしい反面、苦しかったことありました？いや、苦しかった、そんないっぱいありますよね。苦しい方が多いでしょ。まあ俺今そでしょ、はい、今1年でもそうでしょ。あ、1日苦しいっすでしょ、はい、そんなもんね。そんなもんっすよね。試合で活躍してよっしゃって思うことなんて一瞬じゃん。はい、出れないことなんての方が多いじゃん。多いじゃないですか、うん、それだってずっと試合で続けてる人の方が多い、あ、少ないんだから。そうっすね。俺だから苦しい。だって俺だって多分何百試合って出たけど。何試合出たんですか？何試合出た？もうこちらまでだよ、ウィキペディア。ちゃんと出しといてください。多分でもそんな1分とかもあるわけ。あ、1分でもそう加算される。俺はね、フォワードの線苦しかったらあんまないと。あるじゃん。あるじゃん。そういうことだ。苦しい方が多いんだから。じゃあ LINE メール青森での3年間振り返ってどうですか？ラインメールじゃないです。それ青森です。ラインメールはでも恵まれてんじゃない？今年だと特にさ、お弁当とかいろいろ出るしさ。そうですね。やっぱり恵まれてると思う。だからそれの中で、そんだけ恵まれた中でやっぱ結果残せなかったのは悔しかったかなっていう。そうですね。あんま順位も良くなかったし、はい、3年、俺がいた3年間ね、はいはい、所属もできてないし、はい、そうですね。そこはあるかな。そこはね、いけないですね。バンさんが来てから。来てから良くなかったみたいな。良くなかったんだ。ホーム最終戦逆転打決めた時どうでした？すごかったっすよ。いやマジで本当奇跡だと思ったよね。いやだって俺はその時上から見てたんですけど、あの時あのメンバー名で西くん、その時サシくん、その時だからコウジさん、いろいろいたんですけど、みんな立ってました。みんな前のめりになってました。みんなグランドに行きたくて行きたくて。俺もびっくりしたんだから。すごかったっすよ。いやでもこんな、いや本当でも だから後悔ないって思った。まあでも、あれはマジで、あれやっちゃうとすごいですね。マジで。しかもなんか去年と今年ずっと点取れなかったのが前振りみたいになったじゃん。はい。な、言ってましたもんね、あのためになんかやってきたから。しょうもないこと言ってましたけど、しょうもないっていうか。だから本当だから、あれ点取ってなかったら多分俺あの引退のセレモニーで泣いてないと思う。感情が高ぶっちゃって。前半0-2っすからね。そうだよ。あ、0-2で0-2っすよ。途中まで0-2で、バンソン入ってからどうぞ。それから3点だよ。俺は0-2の時にみんなで話したんですよ。セレモニーどうするって。俺もあの0-2のまま負けて、あの、うん、シトラス流れた瞬間、そうそうそう、笑えなかったよ多分。バンさんね、こう来た時に、ああじゃあこれ0-2のまま終わっちゃうのかなと思って、みんなちょっとああやばい、かわいそうな、引退でなったなと思って。俺ですら勝つとは思わなかったんです。もう1点でも取れればって感じだったんです。そしたらすっごい熱気がすごい。あれすごいな。あれ8000人ぐらい入ってたっしょ、隠すた。いや、あれ530何人ですね。はい、一応はい、確かに楽しかったっすね。せっかく引退するよって言ってんの。いや、いきなり飛びますね、この人。いや、代表選手として戦った思いでも教えてください。お前、一気に重くなるな。まず一応 U17、U19、20、21行ってますね。 U22 の北京オリンピックサッカーアジア予選選出されてますね。これすごいっすからね。いや、すごくないね、これ。1回でもアンダー17、1回でもパンって合宿呼ばれたらそうなんだから。なんないっす。
名前呼ばれ名前につくんだから、それは今となったら嬉しいけどさ。いやでもすごいっすよ、オリンピックのアジア予選出てますから、ね、そのいやこれ思いを聞いたことある。壮大すぎて壮大すぎて分かんないですよ。でもあの国立競技場で日本代表のユニフォームを着て、 あ国立だったんですか。そうですよ、君が代流れた瞬間もやっぱそうっすよね。いやでもやっぱプレッシャーはえげつなかったな。あれそれですか、やっぱ一番の緊張感っていう。いやほんとそう思う。しかもめっちゃ叩かれたしね。まあ俺だったら叩けますね。なんでパンさん見てないでしょだからほんと今さ、その代表で、はいはい、戦ってる人たちほんとすごいと思う。すごいっすよ。そんなだってアジア、そんなすらだけどアジア二次予選ってもう勝って当たり前のさ、はいはいはい、で俺らみたいなアンダー世代じゃん、はいはい、まあまあそんぐらいだけどさ、今国を背負ってさ、すごいっすね、最終予選とかなったらワールドカップ出る出ないやってるから、ほんとすごいと思うわ。自身が追い求めてきたことは何ですか。細かな、これあるでしょねえ、18年間プロやってたらサッカーでってこと。当たり前でしょ、サッカーのこと聞いてんだから。追い求めてきたこと何。別に、いやでも、なんだろうな、みんなと仲良くしようってのずっと考えてきたよ。いやそのいあの何、語弊があるけど、はいはい、やっぱさ、めちゃめちゃ言う人とかもいるじゃん。はいはいはい、練習してもバーッと言います。それが若手にとってはいいとかさ、はい、俺もそうやって言われてきたけど、はい、でも俺的にはやっぱみんなに伸び伸びやってほしいから、伸び伸びやってほしい。まあ、確かにバッサー練習中は結構あれですもん。イラッとするときもあるけど、まあ、イラッとするときはスイッチ入りますけどね、バンさん、はい、意外と入ってますけどね。そのときは一番怖いですけどね。いやでもだからなんだろう、試合やっててもミスしてさ、はい、わーって言われるより、はい、お前切り替えろ次々、まあ、嬉しいってなるじゃん。嬉しいっす。気が上がっ、気分が上がってさ、はい、頑張れるでしょ、はい、で俺は自分がそうだったから、あそうしていこうかなって追い求めるっていうか、そういうことは意識してるって。ベテランになるにつれてどうなるの、言われた方がいい時もあるけど。下手くそだな司会が初めてこの出来はいい方でしょ。これまで数多くの決断をしてきたと思いますけど、今まで一番考え抜いた決断って何ですか。例えば移籍とかね。あ、いやそれこそ一体どうせ移籍のこと聞きたいんでしょ。まあまあはい。でも一番悩んだのはリアルに仙台からジュビロに行くときかな。ああ、まあでもお金で動いたって言われるんだよ。言われるんだよね。でもそれ一番ですか。引退とかじゃないですか。引退を決断したときとかじゃないですか。引退はさ、あんま迷わないじゃん。迷わないですか。でしょうかな。いやでも本当にだって自分がさ、もう29とかさ、はいはい、ちょうどいいぐらいの年でチームどこもない、はい、あったけど、なんかその思うような給料じゃなかったりさ、してまあどうしようどうしよう、これでやめなきゃいけないのかって言って引退するわけじゃないから、まあそうですね、俺はやりきったと思って引退してるから、そこの決断を悩まろう。すごいですね。移籍は毎回悩むけどね。ああ、やっぱそうなんですね。お前も悩むときは来ると思うけど。来ますよ。来るといいね。プロサッカー選手人生振り返って誇れることは何ですか。いっぱいあるでしょ、バンさん。誇れないよ。まあ、誇れないですね。誇れることあるかな、まあ、ないよね。いや、でも誇り持ってやなんだろう、誇れるか、まあ、これだけ誇れんなって。どうします、子供たちに聞かれたら。ああ、そういうふうに考えたらダメですよ。安藤選手が、これ聞かねえだろ、子供が。誇れるものは何ですか。誇れるものは何ですか。聞きますよ。自分に自信持ってやってきてないからさ。ああ、自分がこれだけすごいですよとか、自分がこれだけやってきちゃったんですよっていうのはないね、あんまり。に忍耐力っていうかね。ああ、それです。もう耐える力はもう誰より強い。えげつないですか。だからもう何言われてもやるし、どんだけミスしようがやるし、はいはいはい、いや途中でやめることはしなかったかな。ああ、これはね、18年間メンバー入れなくてもちゃんと練習してたし。